なあ、くそ。なあ、そんな、あれだけやってまだ動けるのか。こいつめちゃくちゃ頑丈だよ。だが諦めるわけには。葵は私が守るんだから。お前らそんなボロボロなのに戦おうとしてくれるのね。この風。あ、早く安全な場所に帰りたい。まあ、うん、全。まあ、さすがにこの状況で。ありがとう。ねえ。おい、見ろよ。たくま、早く離れよ。ひょっとしてさ、教授。まだ生きてるん。教授が落ちたのって霧が出る前じゃ。だったらあの霧には触れてねえかもじゃ。死んだとは限んねえだろ。確かに確証はない。死体を。しかしそんなのわかんねえだろ。俺下に降りて探してくる。待てミノル、止めんなよ。いや、僕も行く。ちゃんと確かめたい。私も行くわ。無事な可能性があるなら助けないと。私も手伝う。君たちだけでは心配だな。僕も。俺も行くからな。分かった、みんなで教授を探しに行こう。そうか、マジで無事かもしれないよな。みんな下流に向かおう。流されている可能性が高い。それから声を出すんだ。教授に呼びかけて。教授、教授。おーい、なになに。さっきのやつだ。この近くにいる。たくま、分かってるよ。不意打ちを食らわないように様子を見るだけだ。あれ、かなりぼ。そうね、私たちが思ってた以上に。だ、それも気になるけど。なんかあいつ霧にまとわりつかれてない。あ、本当だ。足元がほとんど。あんな怪物でもやっぱりあの霧は怖いのね。なんでだろう、あの霧を見て。やだ、もう、いち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 。なんでうちに指図すんのよ。